こんにちは、アーマー解説です。アーマーの詳細情報がまだ出ていないので、検証した内容から考察していこうと思います。注意してほしいのですが、1月2日まではバブでアーマーが機能していませんでした。ワイク直後は倒した敵のアーマーが削れていないことが多かったと思います。1月3日からはアーマー機能してます。ただし特定の条件下ではアーマープレートが機能しない場合があるようです。アーマーのプレートを入れ替えたりすると発生しているのかもしれませんが、再現性が低かったのでよくわかりません。バグが修正されるまではプレートの入れ替えを控えた方がいいかもしれません。修正されても BSC から修正しましたと告知されないと思うので、気にしても仕方ないかも。本題に入ります。今期のアーマー、特にプレートありのアーマーについて解説。プレートがないアーマーは検証していないです。プレートなしのアーマーは前期と同じ仕様のようです。前期と同じ感覚で使ってください。アーマーの衝撃ダメージ、ヒットボックス、プレートのリコチェット、貫通に必要な弾数、このあたりを確認していきましょう。最初に衝撃ダメージから。今期のアーマーシステムでは衝撃ダメージを受けない場合があります。追加装甲のプレートが増えたことで衝撃ダメージを受けません。昔のアーマーシステムでは衝撃ダメージを受けるとそのまま肉体で衝撃ダメージを受け止めていました。今期は二重にプレートを重ねられます。プレートを重ねた結果、1枚目のプレートを貫通できずに衝撃ダメージが発生。その衝撃ダメージを2枚目の内部にあるアーマーで防ぎます。衝撃ダメージは威力が低いので2枚目の内部アーマーに防がれます。まとめます。昔は弾を撃たれれば何があろうがダメージを受けていました。今期からは追加装甲のあるアーマーをしていれば弾丸を受けても食らわない場合があるようです。単純に2回アーマーの貫通計算をしているということです。弾丸がアーマーを貫通した場合は弾丸の威力と貫通力が中程度の威力に落ち、2枚目のアーマーの貫通計算をします。弾丸がアーマーを貫通しない場合は弾丸の威力と貫通力が大きく減少し、内部アーマーと威力の減った弾丸で貫通確率が計算されます。この時内部アーマーを貫通できなかった場合、肉体ダメージなし。内部アーマーを貫通できた場合、それに威力の減った弾丸が肉体ダメージを与えてきます。アーマーが二重になっているため2回貫通計算が行われます。2回連続で貫通できた場合は肉体にダメージを入れます。逆に2回連続で貫通できなかった場合はノーダメージです。これが今期の新システム、二重装甲によるより硬くなったアーマーシステムです。次はヒットボックスについてです。よくわからないので自分の目で覚えてください。うなじ首うなじトップうなじ耳うなじ顔合図外れ首やしトック外れ顔トック合図今更ですが弾痕は正確ではない。サイド、チェスト、脇。ヒットボックスの確認は以上です。ちょっと意味わからないこと多めなので意味がわかりませんでした。体への当たり判定はしっかりとしていますが、部位ごとの当たり判定がバガバに感じました。次に行きましょう。二重装甲になっている4アーマーの硬さを調べました。855、11発キル、856A1、5発キル、もう一度、6発キル、5mm AK TS、13発キル、5mm AK TT、11発キル、5mm AK TT、2発キル、もう一度、3
キル、5ミリ AK、BT。5発キル、もう一度。6発キル、9ミリパラ、TST、GZH。28発キル、シグ、FMJ。8発キル、もう一度。9発キル、7ミリ AK、PS。8発キル、もう一度。6発キル、7ミリ AK、TT。2発キル、もう一度。3発キル、ここからややこしいです。7ミリ、LPS。4発キル、もう一度。3発キル、もう一度。3発キル、5アーマーのグランドに変更してもう一度。4発キル、なのですが3発目まで胴体のダメージ。4発目で1発で死にました。いろいろ検証した感じ、内部的には胴体にダメージが入っているのに胴体の体力が減っていなさそうでした。ノーダメージに見えて急にワンパンされました。バグです。 LPS や M80 などの攻撃力武器で撃った時、胴体にダメージが何度か入らない場合にワンパンされます。貫通力足りてそうなのに胴体にダメージが入らない時にバグが発生。今期からは胴体のアーマーでもリコチェットチャンスがあるかもしれないらしいので、その場合リコチェットが発生してノーダメージになった時にバグります。多分対処方法としてリコチェット発生してノーダメージの時、 ETG やプロキタルで回復するとワンパンされなくなります。それはなどでは回復不可能でした。話がそれました。必要弾数検証に戻ります。 M80、 2発キル、もう一度。4発キル、もう一度。3発キル。一撃で死ぬのならクリティカルでは？と思い、いろいろな条件で検証しましたが、今期の仕様ではクリティカルは確認できませんでした。366APM。3発キル、もう一度。3発キル、12ゲージ、50BMG。10発キル、12ゲージ、ピラニア、中距離。3発キル、もう一度。2発キル、12ゲージ、ピラニア、近距離。5発キル、もう一度。5発キル、もう一度。4発キル、中距離の方が火力出ます。まとめ、 366APM はヘッドショット狙った方が良さで、ピラニアは中距離の方が強い。 M80 と LPS は基本3発は同値に必要。たまに2発、856アンペア位置も含めて全体的に貫通力不足を感じます。貫通が45の 5mm AK の BT 以外は軒並みヘッドショット武器に。おそらくクラス5を想定するなら貫通力50以上ない場合、同値は厳しいかもです。以上です。ではでは。AP スラブと T4 のクエも忘れてました。ごめんなさい。